はい、ストップ。ここの低音ちょっとずれている気がするので、チューバとバリトンサックスでお願いします。先生、 UFO もあります。あ、じゃあ UFO も加えて3人で。先生、ファゴットもあります。あ、ごめんごめん、じゃあファゴットも入れて。先生、バスクラもあります。あ、ごめんごめん、じゃあバスクラも加えて5人で。先生、コントラバスもあります。あ、ごめんごめんごめん、じゃあコントラバスも。うわー先生ちゃんとして。こんにちは、みおとです。こんな感じで顧問の先生、いろいろちゃんとしてよっていうところたくさんあると思うんですよ。先生もふざけてやってるわけじゃないと思うんですよ。さっきのやつで言うと単純に忘れているだけなんですよ。先生も人間だからそういう部分あるわけですよ。っていうことで本日は吹奏楽あるある先生しっかりしてよ編をご紹介していきたいと思います。過去にね、顧問編をやったことがあるんですけれども、その内容とちょっと重複する部分もあるかなって思います。なるべくそれ以外のところもね、選んでみたんでね、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなって思います。吹奏楽あるある顧問編、最初にやったやつはですね、動画概要欄にありますので、この動画を見終わった後とかにでもね、見ていただけたら幸いでございます。僕がちょっと若いです。それでは早速参りましょう。吹奏楽あるある先生しっかりしてよ編です。レッツゴー。これね、コメント欄に一番あるかもしんない、顧問に関することで。よし、じゃあ最後に一回通そうって言ったのにもかかわらず、もう一回やるみたいなね。もしくは一回通そうって言ってんの。通すんだから頭から最後まで通すっていうことなの。なのに最初でいきなり止めてしまう先生、しっかりしてよ。まあどうしても気になってしまったんでしょうね。その通そうっていうのは、こう練習してきた部分、少しは改善できてるかな。うん。いいだろう、塗装っていう若干の妥協も入ってると思うんですよ。でもその妥協できない部分が出てきちゃったら先生も止めるんでしょうね。先生のお気持ちお察しいたします。だけど生徒の気持ちもお察しいただければと思います。中に指揮棒を飛ばすだけでなく、よくね、譜面にこうカン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 ってリズムを取ってくれていて、その拍子でね、ピョーンって飛ぶことってあると思うんですよ。クラリネットがいつも拾うと思うんですけど、たまにありません？こう指揮棒にどんどんダメージが蓄積されていって、パキーンっていくとき、指揮棒に限らず、こういうなんかボロボロのスティックとかでこうリズム刻んでるときにバキッていくこと、なんなら指揮棒飛ばすより危ないと思うんですよね。木の破片とかさ、折れたところがさ、もう生徒にグサッて刺さったりしたらさ、もう考えただけで怖くね。生徒に刺さるならまだいいよ、楽器に刺さったらさ、とんでもないっすわ。生徒に刺さってもダメだ。しているパートは集中攻撃を食らう。これ辛いよね。俺6年間やってきて4年くらいか、あの打楽器だったんで先生が、まあその分仲良くなれるっていうメリットはあるんですけれども、やっぱ自分のパートだから合奏中とかでも熱入っちゃうんでしょうね。そこのパートを重点的にやってしまうというか、顧問が新しく赴任してきたらさ、まず何のパートを担当しているかを気になっちゃうよね。の誰が抽象的で困惑する。これ言われたらね、大抵一人ずつねやらされるから、公開処刑のスタートです。確かに複数いたら先生もさ、一人ずつ聞き取れるわけじゃないからさ、聖徳太子じゃあるまいし、その気持ちもわかるな。これ言われてさ、もう一回やってみて治ったら全然いい話なんだよね。治らなかったら本当に公開処刑が始まっちゃうわけですよ。生徒もきっとさ、え、誰っつってさ、みんな楽譜見始めんだよ。抽象的っていう困惑もあるけれども、え、自分じゃないかな、え、誰だろうっていう困惑、不安も同時に存在しますよね。顧問の質問が当てられないように楽譜や楽器を見て目をそらす。これよくありません？例えばリズムとかでさ、ここどうやって口で言う？じゃあっていう時、みんなその時だけさ楽譜見るよね。そういう先生って大抵目が合った人にさ、こう差しがちだからさ、目をそらすっていう気持ちもわかるけれども、それも先生が分かっていると、目をそらした、じゃあお前っていうパターンもあるんだよね。これもある意味公開処刑っちゃ公開処刑だよな。だってさ、合奏中にさ、ここどうやる、じゃあ君言ってみてっつって、分かりませんってみんなの前で言うの恥ずかしくね。でも分からないことって恥ずかしくないからね。分からないことを分からないままにしておくのが一番恥ずかしいことですから、別にいいんですけど、じゃあなんで私なんですかっていう感じですよね。自腹で買った楽器や楽譜をごっそり持っていかれる。顧問の先生が個人的に買ってしまったものっていうのは、もちろんその所持者が顧問の先生なんで、転勤しますよってなった時にそれらをね、一式ごっそり持っていかれるわけですよ。先生が自腹で買った楽譜をさ、こう演奏してさ、あ、よかったな、今後も演奏していきたいなって思ったら経費で買えばいいと思うし、部品とか、あとはこの楽器とかもそうですよね。自分の学校に必要だなってそこで感じられたら経費で買えばいいと思うので、ただなんだろう、先生が転勤してしばらく経った後に、あ、
あの小田楽器確かうちの学校にあったよなっつって、あれ探してない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 、あ持ってかれたんやみたいなこともある。てかあれ前の顧問の先生の楽器だったんだみたいなね。顧問が怒鳴った時にスネアのスナッピーが響く。なんでここ練習ちゃんとしないんださ。あ打楽器パート、そっとスナッピー下ろす。以上、先生しっかりしてよー編をお届けしてまいりました。皆さんいくつ共感できたでしょうか。なんか紹介しているうちに前のあるあるで紹介したやつもあるかもしれないって思っていたんで、改めて重複している可能性がありますので、どうかご了承いただけたらと思います。多分ね、顧問が遅刻してくるとかそういうことに関しては他の動画でやったことがあるので、あえて取り扱いをしなかったんですけれども、まだまだね、言い出したらキリがないと思います。各学校の先生によってもね、その先生ならではのしっかりしてよー部分もあると思うんで、というのもね、コメント欄とかで皆さんで共有できたらなと思っております。じゃんじゃん書いちゃってください。はい、ということで本日の吹奏楽あるあるは以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。